こうやっていったら、どうやったら相手がどう崩れるか。で、ちゃんと出して。あとは例えばこれで、こうやると相手がスカッとして、これ、もうこれコントロール。相手コントロールしちゃってるんですか、ってなったりとか。あとはこれでこう持っていったら、相手がどう転ぶとか。今度は、さっきはいろいろこう動かしてみましたけど、今度はこれで実際に相手をテイクダウン。ただし、ガーンって完成ひねって投げるんじゃなくて、ゆっくりと、さっきの延長で、この相手がこうやってどっちに倒れるか。相手がこう持っていったら、例えばこう持っていったら、どう倒れるか。それをちゃんと見てください。今度はさっきのいろいろこう崩していったら、それで相手が、本当これですね。軽くこう持ってるだけでも相手がどう崩れるか。ただこれをこう詰まらせたところでいっちゃうけど、相手の中に今働かけてるんで、いったいと。今度はテイクダウンまでやってみてください。